はい、リップラップの岩崎です。リエちゃん、はい、遅くまで今日もありがとう。まだ早い方やな。最近あんま忙しいのもあるけど助かってるわ、リエちゃん。ほんまにフルでやってもらってごめんね。真っ暗になった ね、早いですね最近。そうや、ほんまや。よし、じゃあ橋本さんのやろう。はい。ということで、橋本さんのカスタムロッドを作ったんですよ。しかもその作ったカスタムロッドをさらにカスタムしたという。橋本さん、ありがとうございます。というのでフックキーパーを、つけて、この竿もコーティングすれば完成ということになります。赤い派手なね、竿で一発わかるなこれ。これは、うん、そう、フロントグリップもリアグリップも全部赤で、これは分かりやすい。あ、そうそう、橋本さんごめんなさい、多分下向きで合ってると思うけど下向きでやっちゃってます。もし左がいいとか右がいいとか、ちょっとこの位置にしてくれって言ったら、ちょっと動かすようにしますんで、ご指示ください。多分左だったと思います。硬い、詰まってくる、糸が細いしかな、うん、ちょっと緩めにしといて、リエちゃん。後でほんまそっちじゃない言われたら巻き直すのめんどくさいし、動かすから。詰まった？噛み寄ったかな？いけた？ちょっと硬い。そのね、台も、そう、閉まっていってるやろ。そうそうそう。そこもね、ちょっと改良しよう思ってて、いろいろあんねんけど、今、ごめん。それぐらい。うん、それちょっと、閉まっていきよるから、そっちな。髪よんな、うん、これで固定しようねんけどな。うん、動くかな。まあ橋本さん下で大丈夫やろ。もう動かないんで下でいいですかみたいな。よし、片っぽできたね。
ほい、いけたかな。おー、いいよ、バッチシ、はい、はい、いつもの周りにいい感じという感じで橋本さんできました。あとコーティングしますからね、もう少しだけ待ってください。あ、そうやね、これ、はい、僕のあのサインを、そうです、入れてもらってるんですよ。先ほど見て、あ、そうやね、また待ってますよ皆さん、カスタムロッドのご注文。はい、ではカスタムお待ちしております。